さあ、では始まりました。アムチャチャンネルです。今回はですね、聞こえてくる、聞こえてくる。そう。ね、すごい聞こえてくるんですよ。前はさ、1ヶ月に1回は何かしら重大発表ってやってたのに、最近重大発表ないんじゃないの？っていう声が聞こえてきますね。毎回さ、重大発表の発表があったじゃん。発表があって、その後に何かしら重大発表があるっていうあの流れ、まだ来ないの？また来ないの？っていうのがね、すごい聞こえてくるんで、はい、やっと来ましたね。だいぶ時間経ちましたよね、前からね。そうね。でもまあ、発表するっていうことになります。はい、毎度のことながら、発表の発表ですよね。まあもうね、タデミのツイッターにも出てたんで、本日9月24日、まあ吉野先生のね、授業に発表がありますよっていうのと、そして金曜日にまた別の発表がありますよっていうことです。はい、まあね、いろんな憶測が飛んでますけど、当たるのかな？当たるのかな？どうなんかな？わかんないんですけど、まあね、いろんなね、憶測が飛び交っていますけど、まあそういった中、発表がいよいよあるっていうことなんですよ。当たるかな、どうかな、ちょっとね、皆様の予想が果たして当たるか、まあ、予想してみるっていうのもね、いいかもしれないですね。そうするとね、またみんないろんなね、ところからヒントを探しに行くんですよ。いろんな動画に。で、匂わせだったりとか、ヒントが隠されてるんだろうっていうね、ふうに思ってるでしょ？ありますね。まあね。はい、隠れてますよ、いろんなところに。ぜひ見つけに行ってください。いろんな動画、隠されてますよ。気づかないと思うけどね。もしね、もうバッチリ当たってたら、ほんと金一封差し上げますみたいにね。言いたいですけど、まあそれはね、まあ全ては明日金曜日に分かりますから、その時に待っててください。ただ曜日のチャンネル、そしてうちの方でもね、出しますから、ぜひぜひ待っていてください。はい、またね、まあ毎月こういう感じでね、できたらいいんですけどね。はい、この動画にもね、高評価、チャンネル登録お待ちしておりますので、よろしくお願いしまーす。という、なんかもう、ね、半沢みたいですね、やられたらやり返す、倍返した。おしまいです。と。わびろわびろわびろ発音ということでした。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 いよいよわかります。明日わかりますから待っててください。